っぱり、ま、スポーツとか、ま、あと料理とかが、ま、有名かなと思います。 TikTok は知ってます。まず技術力が高いのと、ま、人口が多いのと、最近はゲームが有名かなって思いますね。あとビリビリ動画とかは知ってますね。中国のアプリ、ま、そうですね、たまに見てはいます。人口が多い国だなとか、なんか日本のこと好きなのかなみたいな。中国文化やっぱり中華系の料理なので、餃子とか、まあ、ラーメンとかは中国発祥なのかなと思って、まあ、食文化はすごくいいかなって思います。日本から結構昔からなんか歴史が深い国だから、ご飯、そのお箸を使う文化とかは中国から来てるってよく聞くので、なんかそういう日本の今のこのご飯の文化とかからは中国から来てるのかなと思います。中国の文化は、中国のドラマが日本で放送されてて、昔の王様とか王女様とか の時代のドラマは見たことあるんですけど、結構華やかな衣装とかの色合いが綺麗なイメージです。中国は文化遺産が多いってよく授業とかで言われてきたので、そういうなんか歴史的な意味で文化をもっと知りたいなって思います。隣同士の国なので仲良くしていけたらいいんじゃないかなと思います。技術的な提携とかも進んで一緒に伸びていけたらなと思います。日本の関係は別に悪くはないと思います。私も中国の友達いますけど、普通に中国人とかじゃなくてお友達として好きなので全然大好き。日本の方は中国の料理とかも好きだし、中国の方は日本のアニメとかにも興味持ってくれてると思うので、結構関係は良好っていうか、なんか仲がいいみたいな感じ。やっぱりアジアで一緒の国だから、もっと貿易とかを深めていけれたらいいんじゃないかなと思います。同じアジアの人間なんで仲良くしていってほしいとは思いますね。考えますと、中国との関係性は、まあ、よくなっていきたいとは思ってますし、よくしていきたいっていうのもありますし、自分も中国の文化とか、あと中国で、できたものとか、映画とかアニメとかすごい好きなので、そういうのが日本にどんどん入ってくるのもとても、嬉しいですし、中国人、日本人が中国のことを知る、まあ、きっかけにもなると思ってますので、個人的には良くなっていってほしいなと思ってます。